犯人はこの中にいます。洗濯科学のアリエールの提供でお送りいたします。私じゃないわよ、あの日は家にいなかったんだから。ご主人の服だ。事件が起きた日は熱帯夜でした。湿度が高く部屋にはクーラーもなかった。そう、あの部屋のクーラーは壊れたままだったわ。なのに朝発見された被害者の服は臭くなかった。匂いとどう関係があるんだ。通常同じ条件ならたとえ抗菌洗剤で洗った服でもかなり匂います。なぜご主人の服は匂わないんだ。50倍抗菌アリエール。これまでの抗菌洗剤では抑えられなかった菌まで抑えるアリエールだからこそあの状況で匂いを抑えられたんだ。そして発売前のこの商品を使うことができたのはアリエール研究員の奥さん、あなただけだ。話してくれますね、奥さん。ありえない。ありえない？いや、アリエールでしょ。